赤根社は、三重県伊勢市豊川町に鎮座する神社。山田さん、土人発社の一社で、近代社格制度に基づく、旧社格は尊社。伊勢神宮、豊家大見和宮の宮駅内に鎮座するが、伊勢神宮の所管する神社ではない。地域住民からは、赤根山と呼び親しまれている。601坪ある境内は、東、南、西の三方を、 月宮軍域の曲がたま家に囲まれている。社名のアコネは、鎮座地周辺の古い地名である赤瀬に由来する。赤根社境内には、豊川赤根稲荷神社と天神社二社も鎮座する。宮寺は2012年10月1日より、鈴木水穂が務める。鈴木は伊勢市の神社で、初めての女性宮寺である。宇治湖地域は、豊川町、藤里町、 朝日町。本殿に至る参道には多くの鳥居が立ち並び、数形者によって奉納された無数の旗、のぼり、狐の置物が境内を埋め、信仰の厚さがうかがえる。作家の佐藤愛子が著書、私の遺言、メイドのお客で赤月社を紹介しており、祈祷氏らが参拝に訪れる隠れた名所になっている。祭事は、 1>, 1月15日のおつむ神事と7月15日の霊祭がある。天望落も命と、エビス命を主祭神とする。宇治山田志士では、不祥一座るうウニャカウネシ天村雲命と記す。エビス命は、合詞により祀るようになった神である。天望落も命は、天井から水を持ち帰った、飲料水の神とされる。境内には、 豊川茜稲荷神社と天神社がある。創建は不詳であるが、古くより、茜社境内に鎮座する。少子十の茜社に関する記述の中に、石団の東北の方に稲荷と手岩屈あり、同族豊川明神という、と、豊川茜稲荷神社に関する記載がある。祭神は丘の御玉神。神と名称子によると、漁師の信仰が8位という、 天神社は、菅原道真を祀る。元は、山田王陣への陳樹神であったが後に、豊川町の数敬者となった。別名、牛天神と呼ばれているが、その名の由来は二つの説がある。宇治神が、牛神に転化した。月空軍域の菅原道真像を、山田王陣への鬼門よけだった牛式を祀っていた地に移したことから。 祭人が学問の神と崇められる菅原道真であるため、毎年受験生の参拝が多い。赤根社は以下の二社を1909年2月19日に合祀している。創建は一条天皇のおい以前、すなわち986年より前とされる。古代には下空拙者として祀られていたが、時代の変遷により三度陣へと変化していった。当時は、 赤瀬社や赤音、明神などと呼ばれていた。文化、文世紀までは石段のみで社殿はなかったが、この時期に初めて小さな祠が建てられた。赤根社となったのは江戸時代から明治時代と推定される。明治4年11月2日、孫社に列格した。明治5年6月、京部省は演儀式新明庁及び演略儀式庁に、 記載のない神社を一律に神宮の書管から外し、渡来県及び三重県管轄に移行したため、赤根社も神宮書管から離れることとなった。一方神宮側は、赤根社と広大神宮区域にある大山積神社を神宮の書管に復帰すべく神社局と内々に折衝を開始した。これは、両者が深淵の中央付近にあり、 神宮にとって重要な場所であることと、紅白の登りや傷んだ鳥居などが林立する光景が、神園の景観を損ねているという理由からであった。赤根社の氏子は神宮書館に復帰することを承服しなかったが、大山積神社は氏子から願い出て、境内社の小安神社と共に神宮書館に戻った。桜井勝之神は赤根社が神宮に復帰しなかった理由として、 経代者で、稲荷信仰が盛んであったからではないかとしている。1952年に、宗教法人格を取得し、完全に神宮から独立する。2007年5月25日、神宮式年遷宮の祭事の一つを起営において、豊坂会が、起英車社を引き始める場まで運ぶ。のぼせ車は、赤根から出発した。車宝として、獅子頭一つ。 二ち二ぶり、小刀一振り、牛蔵一体を有する。このうち、四死頭は、上学内部に、阿古省永六二歳、日比五月度へ限定南都市区院作の名があり、1982年4月27日に、三重県指定有形文化財となった。ありがとうございます。